5日午前、北海道苫小牧市の国道の交差で福祉施設に向かっていたマイクロバス、トレーラーが衝突し、消防によりますと、マイクロバスに乗っていた18人が怪我。右折しようとしたマイクロバスが衝突しました。警察や消防によりますと、ロバスは市内にある障害者福祉施設、無う途中で、当時、車内には合わせて、1人が乗っていて、18人が怪我をして、区の病院に運ばれました。トレーラーの、点々に怪我はありませんでした。現場は、日夜から雪が降り、事故当時、